皆さんこ、こんにちはいいかりです <coughs>。ちょっと私、あの、喉、ちょっと痛めておとってですねあ、ちょっと声が出にくい状態になってる。あのあの今あのい 一丁仕事を一丁終わらせてきた,来たんですけれども、はああの、一丁仕事終わらせたことによって、またさらにあの声が出にくくなったに,にもかかわらずあの、えー、ライブをしようとしているっていう、この根性ですよ、根性。はあ、あのあ皆さん聞こえてますか、はあ、え脳腫瘍ですという方がいらっしゃるの本当ですかこんなところでライブなんかしてる場合じゃないですね。はい、あ ホテルですはい、そうです。あの私、今ね、うん、あの、えー、国内、国内帽子にあおります。は分かるかなこれ、分かるかなこれ、ちょっと、分かんないですね。は分かんない分かんなくていいです。は分かん、まあ、あの国内あの帽子におるんですが、はで、一丁仕事終わらせて、は聞こえるあ、そうですか。あありがとうございます。ありがとうございます。はあのそうそれでね、あのーまあのま今、どこにいるかっていうと、 えー、福岡にいます、えー。それがですよ、皆さん。これがあの私、聞いたんだけれども、あのね、福岡には、ねあのー、九州最大のモスクっていうのがある。でね、そ,こそこにね,あのね、むっちゃあのいっぱいいる。いっぱいいると。であのー 結構ねあの、公園とかにもあの、えー、そうできて,できてあの、ものすごい数百人規模であの集団礼拝とかやってるというふうに、はい、聞きました、はい。飛行機飛んだ、そう、昨日はね、うん、昨日ほらシステム障害があって、いろんな飛行機が、ね、飛ばなかったりとかしたじゃないですか。で、昨日だったら私、ここ来れなかったかもしれないんですよ。ところが私、日頃の行いがあまりにも良すぎるから、今日だったんです。 ちょっと声出てないんだけども、で、あの、こっちこっちお迎えに来てくださった方にもねあ、昨日だったら来られなかったかもしれないですね、本当今日でよかったです、というふうに言われて、は、あ、本当よかったです、とか言っ,ってね、は、あの、一丁は一丁一丁足、一丁にはならないんだけど、そうなん、昨日のね、はで、やっぱり日頃の行いがいい。でね、昨日はね、<laughs> あの、 九州のねあの福岡もね昨日ね雨がぶわーっとか降ったりして天気悪かったんだけど今日は晴れたとか言って私自分のことね雨女と思ってたんですけど最近ねこの間ほらあの、えー、熊本を置いてた時もねバーッと晴れたわけで今日もねバーッと晴れてるんですよなんかもう最近晴れ女になってきたのかななんてああいうに思ってはいちょっとラッキーなんてじゃーのーりーこー そう、なんか変なアカウントの名前の人が初めて来たって,言ってた、こんばんは、はい、こんばんは。じゃ、こんばんは、ちょ、ね、まだめっちゃ明るいから、こんばんは、ちょ、が。江東区晴れて、あ、江東区からですか、ありがとうございます、皆さん、お元気ですか。はい、あ、そうそう、そうんな感じなんで、それでね、あの、福岡のメガソラそう、福岡。今日はね、うん、今日はメガソラ案件じゃないですよ、私、今日は別の案件で来て、でもね、こうね。 ちょっとね、本本今回はね、それ時間ないから行けないんだけどもその、ね、九州最大のモスクとかね、実はね、ちょっとめっちゃ観察したよね。ちょっともう、一日二日なんか滞在伸ばして、ほん見る、見に、見ておけばよかったからね、なんか、また来ます。はい。また、また来て、その時はまた福岡のメガソーラーとか、福岡の,その九州最大のモスクとか、なんかね、あのー、まあ、いっぱい見,見,見てこようかなと。今日、今回ちょっとね、あのー、 あれかなーっていう感じなんですけれども。はい。で、んでですよ、皆さん。今日はね、私ね、これね、ちょっと前に報道されてたみたいなんですけれども、私ね、気づかなかった。気づかなくて、これを今朝こう読んで、あまりのひどさに愕然としたっていうね、そういうあのニュースがあったんですよ。でね、今日はちょっと私、外にいるんで、あのえー、印刷できないんですけど、こちらですよ。ガーン、じゃーん えー、独自。これはね、あのね、産経産経の、ちょっと上になんか CM がちら見えしてるけど、独自、えー。難民申請激増で保護費急増、3億円予算足りず、就労 OK、収入高い難民ビザ。もうこれ、これね、タイトル見ただけで、ええこれなんやんっていう感じじゃないですか。でね、私ね、あのね、このね、この、 知らなかったです。ぶっちゃけ。このね、皆さん知ってましたこのね、保護費っていうのがあるわけ。でね、この、ね、保護費っていうのは何か,何かっていうと、難民認定申請者のうち、生活困窮者らに、うん、国が支給する費用なんだって。でもね、これ、これいろいろ前提がおかしいわけですよ。だって、 私は難民ですっていうふうに日本に来る人の中で生活困窮者らに国が支給するって難民認定申請してるんだけども生活には困窮してない人っちゅうのがいるんですかみたいな話じゃないですか要はねでそれもおかしいしそもそもねこれがね この受給者が去年急増したん急増して、で、658人になったと。それで、その総支給額が前年度の約1.7倍の3億2700万円に上ったということが分かったっううね、これ外務省が出したんですよ。で、これはね、うん なんでかっていうと、去年、難民認定、難民申請者っていうのは去年、1万3000人を超えたのね。で、これは、前の年の3倍ぐらい、3倍以上なんですよ。だから去年、その難私難民ですっていうふうにあの申請してくる人が、むっちゃ増えたわけ。むっちゃ増えて1万人突破したと。で、その中で、えっと、その保護費っていうのをね、えー、もらう人が、むっちゃ増えて、だから、えっと、外務省で、 難民認定申請者のうちえ、難民認定申請者のうち生活困窮者に支給する保護費っていうのの予算があるんだけども、その予算が、あの、足りなくなったと。当初ね、えっと、2億3100万円を予算としてその保護費としてね、計上してたんだけども、それが足りなくなっちゃって、補正予算に計上して、合計総額3億2700万円になったっていうこと。 なわけですよ、皆さん。でね、これね、いろいろおかしい。いろいろおかしいんだ、いろいろおかしい、いろいろおかしいとこはいろいろいろあるんだけれども、えまずね、えっとね、何から、何がおかしいか、すべてがおかしいんだけれども、えこのね、このニュースの冒頭にあるのはね、こう書いたわけ。 外務省によると、えっとね、この難民申請者が、あの、まあ、1万3000人超に激増したことが、まあ、影響したと見られていると。で、一方で、難民申請者の多くは、難民申請者に与えられる正規の在留資格で就労しており、保護費より稼げるのが現状という、というふうに書いてあるわけ。もうね、いろいろよくわかんない。おかしい、おかしいでしょ。 まず日本に来ると。日本に来て、はい、私に、難民ですというふうに言うと、誰でも彼でも難民認定申請者になるわけ。で、その中で、生活は困窮していますというふうに言えば、保護費をもらえる。さらに、難民申請者のうち、多くが難民ビザというのをもらえるわけ。で、 難民ビザっていうのをもらえると、もらうと、就労できるわけ。働けるわけ。フルタイムで。フルタイム労働できて、それは保護費より稼げるっていうわけ。もう、もうだから、なんていうのこれ、難民申請したもん勝ちみたいな世界なわけですよ。ぶっちゃけね。で、しかもですよ、皆さん。これは、誰でも難民認定申請できるわけですよ。 誰でもっていうのはどういうことかっていうと、日本は難民条約っていうのを批准してるわけ。だから、日本に別の国の外国人が来ました。そしてその外国人が入国するとき、あるいは入国したあとでもいいわけ。入国する前に言ってもいいわけ。に来て、はい、私難民ですというふうに名乗り出れば。 つまり、チケットさえあればってこと。日本に来る、まあ、日本島国じゃないですか。だから外国から来るには必ず飛行機乗んなきゃいけないでしょまあまあ船っていう場合もあるんだろうけども、飛行機乗るじゃんで。飛行機、片道切符。日本行きの飛行機の片道切符さえあれば、日本に来て、日本に来た瞬間、はい、難民ですというふうに言えばいいわけ。そしたら、生活困ってれば、えー、保護費っていうのがもらえる。あるいは、難民ビザを支給されれば、えー、フルタイム労働できる。 だから世界中のお金稼ぎたい人はとりあえず片道切符で日本に来りゃいいってことですよ。就活やんけって書いてる人いますけど誰でもなんですよ。なぜならな日本は難民,難民条約批准してるからどんな外国人でも来て日本に来て難民ですっていうふうに言ったら。 まずその人をまず引き受けないといけないんですよ。まず引き受けて、ま、絶対これ条件なわけ。それでもって、その人が本当に難民なのかどうかっていうのを審査しないといけないわけですよ。ですから、少なくともその審査が終わるまでは、 その人は日本に滞在できる。そしてその滞在費はその保護費という形で外務省から支給される。あるいは難民ビザというのをもらえば自分で働いて、なその保護費以上に稼ぐことができる。こういう仕組みになってるわけですよ。しかもですよ、皆さん。知ってますか私ね、このね、保護費っていうのがもらえるっていうのも知らなかったんだけれども、このね、保護費っていうのはね、こういうものなわけ。 外務省によると、保護費は1983年に始まった国の措置制度。難民認定の1回目の審査期間中、収入がないなど、生活困窮の度合いが高く、移植中にかけるなど保護が必要と認められる人が対象で、国内の生活保護に準じるものとする。で、生活費のほか、必要に応じて住居費を支給。 医療費も原則保険適用内で実費を支給する。わかりますか皆さん。生活保護に準じるお金がもらえて、生活費ももらえるほか、住居費も医療費も支給されるんですよ。すごないっすかこれ。すごないっすかそんでもって、 でこれ、これをね、どんどんばんばん支給してたら、これをあのあのその保護費をね、えー、支給対象,対,対象者が爆増しちゃってで、外務省が予算足りなくなって、補正予算つけたっていう話ですよ。でもってですよ。で、このね、じゃあ、いくら保護費っていうのがね、もらえるかっていうと、まず生活費は、生活保護の水準を参考に定められている。 で、12歳以上は月額、月額7万2千円。12歳未満は半額。住居費は単身者で月額、月額4万円。1世帯当たり上限6万円となる。これにより、支給費の、つまり保護費のね、支給費の合計は、最大で単身者が月額11万2千円。 でこの次はすごいんですよ。4人世帯なら月額34万8000円になるんですよ。すごないですよ。4人家族だと34万8000円ですよ、皆さん。しかもこの34万8000円は税金も社会保険費も含まないんですよ。 だってないじゃないですか。丸取りですよ。総取り。34万8000円。で、病気になったら医療費も実費でくれるわけ。これ、すごいないですか。で、これをね、年に直すと、年間でかけると、12かけると、417万円なわけ。4人世帯で417万,万円。しかもこれは保険も税金もかかんないですから、丸取りですよ。 だからね、えー、これ、年収に直すと、多分年収、年収どれぐらいだろう7八百800万ぐらいの感じもうちょっと安い。700万ぐらいでも、年収700万ぐらいの感じじゃないですか。年収700万で、えー、税金と保険料を納めて、えー、手取りで、年収が、手取りが年間400万ぐらいじゃないですかね。これ、あのー、 むちゃむちゃ条件良くないですか難民ですよ。で、皆さん、ここで、日本人の平均の年収、どれぐらいか。これをですよ。国税庁の民間給与実態統計調査っていうのに書いてあるんですよ。で、これによると、2022年の日本国民の平均年収は、 458万円なんですよ。いいですか皆さん。日本国民の平均年収が458万円。そして、この458万円からは、税金と社会保険料が引かれるんですよ。で、大体これぐらいの年収だと、えー、手取りはね、つまり税金と社会保険料を抜いた手取りは、大体、 年収の7掛けぐらいなんですよ。7割ぐらい。そう考えると、日本国民の平均年収は458万円だから、それの7掛けぐらいが手取りだとすると、大体320万円ぐらいなんですよ。わかりますかこの不公平感。日本に来て、はい、私難民ですと言った人が、仮に4人家族だった場合、 はい、私難民です。そして私の奥さん。そして二人の子供おります。これ全員難民です。私たち収入ないです。生活困ってます。というふうに言えば、その人は年間手取り417万円最大もらえるんですよ。手取りですよ、皆さん。手取りというか給料じゃないからおかしいけど、この言い方ね。手取り417万円もらえます。病気になったら、えー、その医療費も実費でもらえます。はい。しかしながら、日本では 真面目に働いている日本人がの平均給与は、平均年収がだい四百い458万円だから、手取りは7なんと年間で320万円ぐらいですよ。これね、あまりにもね、不公平だと思います。それ私より高いとか言ってる人いますけどね、そうなんですよ、皆さん。皆さんが一生懸命働いて、1年に手にするお金は、社会保険料と税金を抜くと320万円ぐらいなんですよ、日本の。 今平均はそれぐらいなんですよ。おか、おかしいないっすかって話なんですよ。しかもですよ、皆さん。これは難民でその保護費というのをもらってる人が家族4人で来た場合、家族4人で最大支給された場合、年間417万円ゲットすると。医療費は実費でもらうと。いうわけですよ。まあそれだけでもね。こいつるないっすかっていうふうにね、思っちゃうじゃないですか。だってこれね、全部、 我々の税金から持ってかれてるわけですよ。税金。それはそうじゃないですか。現社税金ですよ。で、我々一生懸命納めた税金を、が、あの、その難民の方来たら、まあ、人道的なね、人道的な立場から、日本は難民条約批准してるし、人道的立場から、あの、その人を保護しなきゃいけないということで、はい、生活費を支給します、医療費も支給します、えー、住居費も支給しますというふうに言って、年間417万円。で、 それに加えてですよ。なななんと日本には難民申請者の多くが特定活動っていう謎のビザをもらってるんですよ。でね、この特定活動っていうビザを通称難民ビザって言うんですよ。皆さん。で、この特定活動っていうビザを難民申請者が もらった場合、その人は高い確率でフルタイム労働できるんですよ。で、フルタイム労働できると、すると、保護費よりも稼げるって言うんですね。えおかし子ないですかって話なんですよ。日本人の 平均給料が458万円で、そこから税金と社会保険料を取っていくと320万円そこそこしか稼げないにもかかわらず、難民の皆さんは家族4人で日本に来て難民ですというふうに言って保護費をもらうと1年間に417万円もらえて、かつ難民ビザを支給されてフル,ロフルタイム労働をすると保護費よりももっと稼げるというわけ。だから、お 僕の人は保護費をもらうよりも難民ビザをもらってフルタイム労働する方を選びますっていうわけえ、なんでそんな違うのなんでなんで普通の日本人が普通に働くより難民の人が、えー、もらう保護費とか難民の人が難民ビザで働いて稼げるお金の方が高いわけっていうものすごいなんかまか不思議な状況になってるわけですよ だからあれでしょう多分、その難民申請、難民申請の人たちは、だから、あの、社会保険料とか取られないってことなんじゃないですかだから丸取りできるってことなんですかねちょっとその辺、ちょっとよくわかんなんでこういうことになってんのかよくわかんない。なんでこういうことになってんのかわかんないんだけど、いくつかわかってることがあるんですよ。それは、まず、この、えー、難民ビザっていうね、 この特定活動っていう、その難民ですって言った人に、はい、じゃああなた、あの難民ですって言ってるから、えっ、ー、と難民、難民申請が、申請のその審査が終わるまで、あの特定活動をしてていいよっていう、その特定活動ビザっていうね、そのいわゆる通称難民ビザっていう制度が始まったのは、あの悪夢の民主党政権時代なんです。皆さん。2010年4月だそう。 というのも、その前の2009年の5月に、この時も外務省の,その保護費っていうのがあの枯渇しちゃったの。いや、だから今年も枯渇したよ。去年か。去年も枯渇したの。だから去年あの、外務省の保護費は枯渇したわけ。で、足りないって言って、えー、っと補正予算でまたお金をもらったわけ。で、これと同じように2009年にも外務省の保護費は枯渇したんだそうですよ。で、 外務省保護費が枯渇したと。そんでもって、その時に100人以上が、100人以上のその難民申請者が保護費の支給を打ち切られたんだって。はい、もう枯渇しましたってって、外務省の保護費枯渇しましたって言って保護費を打ち切られたと。で、そしたら、あっち系団体がものすごい騒いだんだって。キャベツだーつってって、人道がーっって、 これ難民申請してる人に保護費をね、保護費が枯渇したから打ち切るとか言って何事ぞって言ってあっち系の人がブワーってむっちゃ騒いだんだって。で、そこへ来て民主党政権だったんですよ。そしたら民主党政権は何をしたかっていうと難民申請をして6ヶ月が経過した外国人に対して一律 特定活動っていうビザを与えた。すごないですか民主党。皆さん知ってました私知らなかったです。いや、民主党、悪夢の民主党時代、い,いろいろなんかとんでもないとたくさんやりましたよ。たくさんやったの知ってますよ。例えば、ほら、あのー、あれもそうじゃないですか。えー、っと、えー、フィットとかもそうじゃないですか。 まあ再,再エネ賦課金の源ですよ。再エネ賦課金の源ね。だからつまり再エネを、再エネ業者に対して、えー、再エネで作ったあの電気を一律あのいくらであの買いますっていうね、その制度を始めたら、それはあの民主党時代でしょ。だから今もあの再エネ、再エネ、再エネとか言って再エネ業者がブイブイ言わしてるの、あれは民主党時代にあのその制度を作ったからでしょ。でも、それだけじゃない 実は民主党っていうのは、この外国人に対して、その難民申請、難民、日本にとりあえず来て、はい、難民ですっていう風に言った人たちに対して、難民申請から6ヶ月が経過した外国人に、特定活動、就労化っていう在留資格を一律で与えるっていう、とんでもない制度を導入したんですよ。で、これは2010年から2018年まで続いてたんだって。で、 この時に、え何難民申請したら、え ?6 ヶ月経ったら、え日本では普通に働けんのえじゃあ難民申請しようっていう人が続出したんですよ。だから、その時には、なんと、年間で2万人近い外国人が難民認定をあの申請したんです。で、中には、だから、新規でね、日本に来る人もいるわけですよ。え何日本に行ったら、え日本に行って難民申請して、で、え ?6 ヶ月経ったら、え 誰でも働けるのえ、じゃあ行こうって言って、ものすごくブワーって来たわけ。で、それだけじゃなくて、日本であの留学生っているじゃないですか。で留学生とかで、ビザがね、切れた人とか切れそうな人、これもみんな難民申請したわけ。そうすれば、だって6ヶ月経ったら働けるんでしょうえ、じゃあ難民になろうって言って、はい、難民ですって、みんなどんどん次々難民になっていったっていうのが、これが悪夢の民主党政権時代だったんですよ。はーい。で、 さすがに、このね、誰でも彼でも、6ヶ月申請して6ヶ月経ったら、あの、誰でも彼でも、あの、就労していいよっていうのは、そのビザを一律、あの、支給するっていうのはなくなった。2018年でなくなったらしいんですよ。ところが、今も、実質的には、難民申請をした人が、の、かなりの人が、 この特定活動、つまり難民ビザっていうのをゲットしているっていうんですよ。それが、あの、その現状が、この今回の、その産経新聞の記事に、あの、書かれていたっていうことなんですよ、皆さん。それでね、えっと、この出入国管理庁の統計によるとですよ、えっと、この特定活動の該当者は、え昨年末時点で5380人いるわけ。 だから難民でしって来て、来て、それで、じゃあ、特定活動していいよっていうふうに、あの許可をもらってる人が、えー、5380人いると。えー、だから、去年、えー、難民申請をした人は、えー、1万3000人ですから、えー、まあこれもちろんね、あの申請したのと、その許可が出るのズレがあるんで、何とも言えないんですけれども、しかしながら、まあ、大体、あのー、大体半分ぐらいの人は、 えー、まあ,あの、特定活動ができると。働ける許可を持っているっいうことなんですよね。大体ね。で、えー、その中で、またここで来るんですその中で最も多いのは、トルコ国籍者。で、その大半は、ク、同人ですよ。だからね、これどういうこっちゃかっていうと、 トルコ国籍者っていうのは、ビザがなくても日本に入国できるんですよ。パスポートさえあれば。ビザ免除だからね。だから、トル,トルコ国籍者で、まぁ、あ、ち,ちょっと、ちょっと稼ぎたいなとか、ちょっと楽して暮らしたいなとか思う人、いたら、とりあえず日本に、日本に行く、あの、片道の、 えー、フライトチケットさえ取ればいいんですよ。片道切符。で、日本に行けば、パスポートさえあれば日本に入国できるんじゃないですか。それで、難民ですって言えばいいわけ。で、収入ないですって言ったら、はい、保護費、保護費あげますって言って、えー、4人家族いれば、みんな家族いっぱいあるから、4人家族いれば417万円ゲット。で、えー、あるいは、えっ、ー、と、自分働きたいですって言って、えっ、ー、と、特定、特定、なんだっけ、えー、特定活動っていうね、えー、ビザを取れば、えー、こうフルタイム労働できて、 もう年間も何百万も稼げるわけですよ。ちょっと待って。これ何の話してましたっけ難民の話ですよね、と。皆さん思い出していただきたい。難民というのは何かっていうと、自分の国にいると、命の危険がある人ですよ。平たく言えば。 いろいろな理由、政治的理由、宗教的理由、いろいろな理由で迫害されて命の危険がある人。そういう人を第三国が難民として受け入れましょう。それが難民ですよ。ところがね、今話聞いてて分かったでしょそういう人は日本の難民認定申請者にはほとんどいないんですよ。だって皆さん知ってます 去年、あの、日本にね、その難民申請した人は、えー、1万3000人いるわけですよ。でもね、そのうちね、本当にね、難民ですって、あの、認定された人はね、これね、あのね、数十人しかいないんですよ。どこに書いてあったっけどこ、どこに書いてあたか忘れたんだけど、これね、数十人しかいない。パーセントで直すと、難民認定申請した人の2%ぐらいしか、 難民としてに認められてないんですよ。難民として認められてないっていう方はどういうことかっていうと、いやあなたは別に国で迫害されてないじゃんっていうことなんですよね。だから元々国で迫害も何もされてなくって、ただ単に日本で楽して暮らしたいとか、あの日本で稼ぎたいとかそういう人が自称難民としてやってきてるだけなんです。